もしもし、チラシを見て電話したんですけど。ええ、彼女を借りたいんです。彼女をお貸しして恋人気分を満喫してもらおうってわけです。男性付きっす。富岡圭介。なんて呼ばれたい？なんでもいいけど。ダメだっての、一応規則なんだから。ちょっと気が強い子、言ってほしい言葉ちゃんとしなさいよ。レンタル彼女ですから、彼女がいる気分を味わえるってだけなんで。まあ気分っすよ気分。本当に兄貴の彼女さんですか？一応照れないで。照れてないです。じゃあ迷ってる。でもなくて。では何です？好きな食べ物は？ハンバーグ。じゃあ帰りになってくるね。わお。私場所言います。言ってないね。すぐそこのポストの裏って。言ってないよねそれは。カズちゃん痛い。誰？しばしだ。名前は？マキ。何マキ？星野マキ。いいね。手袋はめ忘れてやんの。あ、靴ではないんです。それは本当なんです。でも何なんだよ。あ、分かった、ヒント。マキちゃんよ。うお、どうしてそのままにしたんですか？なんとかなると思ったんで。常連って何？悪いけど今日帰ってもらっていい？は？何言ってんのよ。いいから帰れよ。吉野、ここ。お父さんもうダメかもしれないんだよ。もうずっとダメだダメだって先生に言われ続けてきたけど、別れることにしました。別れるって桃子ちゃんと？両方と。親の都合で子供に寂しい思いなんかさせないでやってくれよ。圭介さん。バカ兄貴！ああ！ごめん、今日は。一人の女性として聞きます。私のこと好きですか？圭介を思う私の気持ちはどこに留めさせておけばいいの？圭介！嘘をついたことなんて気にしないで。私は全然気にしてないから。私も二股かけられたことなんて